もう無理、あんな思いもう二度としたくないです。いやもう全て全部もう二度とやりたくないです。こんにちは、美容整形ちゃんです。一番痛かった整形、今日はもう無理、純粋にめちゃくちゃ痛かった施術を発表します。自分の行動に後悔するほど痛かったです。ですがこの努力を成し遂げた自分に何度も拍手を送ります。施術中に痛いのとダウンタイム中に痛い整形で分けたいと思いますので、今回は施術中に痛かった整形をテーマにお話しします。以前メス入れありの辛かった手術ランキングも動画でアップしていますので、ぜひこちらもご覧ください。私は友達、知り合い、そして遥か遠い存在の知り合いにも、一番痛かった施術って何ですかってよく聞かれますが、それぞれ痛みが違うので一番と聞かれると正直難しいです。例えば複雑骨折と大やけどってきっとどっちも死ぬほど痛いけど痛みの種類が違うじゃないですか。そんな感じです。なのでランキング形式にはできませんが4つ紹介しますね。まずはこちら、胸の弾力アップ。韓国のシーズクリニックで行いました。胸の弾力アップのための針治療とウルトラ V という1センチくらいの糸を入れる施術をしました。この写真は針をして10分ぐらい置いている時のものです。顔や体に針をしたことがある方ならわかると思いますが、針って刺してから10分から20分ほど置くんですよね。もうこれは味わったことのない痛みすぎます。針を刺している最中は先生と通訳さんに絶対肺に心臓に刺さっているって100回は言いました。でこの針の後さらに糸を入れるためにまた針を入れて抜いてを繰り返すんです。もうとにかく聞いたこともない見たこともない拷問中の拷問ですよ。私は一応クリーム麻酔だけして行ったのですが、結局胸の中が痛いので全く意味ないんですよね。でこれは静脈麻酔でやるものじゃないのかって何度も質問したんですけれど、静脈麻酔なんてしないですよ、韓国人は普通クリーム麻酔もしないですよと言っていました。恐るべし韓国人の気合です。6回コースを勧められたのですが、金額は確かコースだと少し安くなって日本円で30万円くらいです。最初は高すぎと思ってたので、とりあえず1回分の6万5000円くらいを支払いました。施術が終わってみて金額が高いも何も予想外の激痛すぎて、次またやろうという熱意は消えてしまいました。またこの痛みを味わう忍耐は私にはもう残っていません。帰り道歩く揺れだけで胸がぶち破れてしまうんじゃないかってほど痛くて、タクシーやバスに乗ったらさらに揺れてもうキャーですよ。私の大切な胸がこんなにも苦しんでる、もう心の中でも何回叫んだか、あんな思いもう二度としたくないです。でちなみに確かに弾力がすごいアップして生き生きとした胸になりました。まあそれも1ヶ月持つか持たないかって感じでしたね。トラウマです。思い出すだけで胸がズキッとします。私の胸はあの痛みを忘れていません。ぜひ興味のある方味わってきてください。最後にもう一度、もう二度と忘れない針治療の画像をどうぞ。見たいです。で2つ目はまたまた韓国の病院です。 YJ ホーリックで行ったウルトラセルです。ウルトラセルとは顔のたるみ改善をするためのリフトアップの機械です。アメリカのウルセラという配布の中で一番効果があって一番痛いと言われている機械をパクって作った韓国産のものだと聞きました。通訳さんに相当痛いですよ、静脈麻酔しますかと聞かれ、当時ウルセラもしたことなかった私はレーザーで静脈麻酔するか聞かれると思わなかったし、その後も予定詰め詰めで休んでいる暇がなかったので大丈夫ですと言いましたが、本当に痛いですよ、しなくていいんですねと、こういった会話を何回も繰り返していました。出力によってもちろん痛みも違いますが、韓国人って肌がそもそも強いし美意識も高いからか、日本のクリニックと違って出力マックスでやるところがすごく多いんです。でもちろん表面麻酔、クリーム麻酔ですねをがっつり塗って30分くらい置いてからウルトラセル開始。なんて言うんですかね、あの痛み、例えるならスタンガンを300回顔面に当てられ、歯の奥に強力な電流を無限に流されているような、もうまたトラウマでしかないです。私あれからウルセラもサーマクールもどっちも経験しましたが、何よりもこのウルトラセル出力マックス300ショットが人生で一番痛いレーザーでした。歯を食いしばり、渡された人形を粉々にする勢いで潰し、自然と涙が止まらず、なかなか泣かない私もこの時ばかりは号泣でした。トラウマ第2弾です。ショット数にもよりますが、ウルトラセルは YJ ホーリックだとすっごい安くて、はっきりと覚えていませんが300ショットとかで日本円で3万円ぐらいだった気がします。先生も優しくて、通訳さんの桜井さんもすごくサバサバしてはっきりしているので私はとても好きです。ちなみに効果てきめん、がっつりすっきり引き上がり、3万円であんなに効果があるなら今度は静脈麻酔で再トライしたいです。こればっかりは本当にぜひ体験してください。勇気のある方、効果抜群の割にかなり安かったので、ぜひ行ってらっしゃいませ。
3つ目は同じく YJ ホーリックで行った超水耕プレミアム注射です。内容としてはこちらです。これ2つ目に話したウルトラセルの後にやったんですよ。もうただで再瀕死状態で HP なんて残っていないのですが、終わった瞬間超水耕プレミアム注射が始まるという機械打ちなのですが、25本ぐらいの凝縮された針を500発ぐらい打って肌の奥底で液体をギュッと入れて針が奥でグリッと1回転、そんなような感覚です。私の頭の中は限界突破しそうでした。1回で25本の針を連続で顔面に刺されるような痛みはやったことのない方なら誰だって予想想像つかないですよね。それほどに表現が難しい。表現力、語彙力もっと鍛えますね。本来なら施術中の動画を撮影させてもらってぜひ皆さんに見てもらいたいです。ちなみに画像ならあります。かなり痛々しいので閲覧ご注意ください。こちらです。いやしかし瀕死からの死の寸前を覚悟しました。やっと全顔終わった、終わった、終わった、今度は嬉し涙と思ったら、なんとまだ少し余ってるので打ちますねと先生ガーンとどん底な気持ちになったとともに、せっかく余ってるならやってやろうじゃないかと、またも痛い涙を流しながら終了。先生も静脈麻酔なしでこの2つを成し遂げた私に拍手をくれました。私も私で拍手喝采。よくやったと今では誇りに思いますし、ここまでの苦しみにより自分の中の秘めてた何かのパワーが溢れ出し、新しい自分が誕生した気がします。が、経験しなくていいならしたくないです。4つ目は品川美容外科で行った唇のヒアルロン酸です。これまた思い出すだけで寿命縮まりそう、免疫力下がりそう。9年くらい前に2回したのですが、当時は麻酔なし、針が太い、液体の粒子も荒い、唇に太い針を刺して中にドロドロっとした液体を入れていくんですよ。1回の施術で合計10回ぐらい打ったんじゃないですかね。よく我慢できたな、もう無理です。今は昔と違って細い針で細かい粒子を入れていくので痛くないというところも多いみたいですね。唇って神経がすっごい多いところなので半端なく想像できない痛みです。放心状態、気絶するふり、死んだふりしてました。途中何度ももうやめてくれって思いましたが、なんとか耐えました。当時の自分のメンタルに感動です。当時流行っていた安いという理由で品川美容外科で唇のヒアルロン酸をしました。クリーム麻酔が3000円プラスしたらできるのですが、3000円高いなと思って、麻酔なしで2回やる根性、今の私からしたら見習いたいですよ。どういう神経してるんだろう、頭いかれてますね。安いっていうのもだいたい2万円弱でした。唇ヒアルしたその日にすっごく大事な予定があったのですが、痛すぎてまともに喋れない。唇の感覚が麻痺と強烈な痛みで、ご飯も口を大きくして開けれず、ボロボロとたくさんこぼしてしまいますし、飲み物もほとんどこぼして、楽しい会話も苦笑いで乗り過ごすことになりました。ちなみに相手の方もかなり苦笑いだったんじゃないですかね。ああもうよくこんなことやってきたな。国から美容施術重要文化財という格式が欲しいくらいです。以上4つの施術中に痛かった整形でした。まだまだありますが今日はこのくらいにしときましょう。では最後におさらいです。その前に一つだけお知らせがあります。 LINE クリエイターズから美容整形ちゃんの LINE スタンプが販売しました。どれよけちゃんという方に作っていただいた、どれも可愛くて LINE をできるスタンプなので、ぜひ皆さんダウンロードしてください。よろしくお願いいたします。おさらい1、胸の弾力アップのための針治療とウルトラ V、 確実に心臓に針が刺さってました。2、ウルトラセル、静脈麻酔でやるものをそのままやるんだから痛いに決まってます。3、超水耕プレミアム注射、25本くらいの凝縮された針を500発顔面に刺す。 25×500 は 12,500 ですよ。おぞましい。涙が出てきそうです。4、唇のヒアルロン酸、麻酔なし、太い針、液体の粒子が荒い。唇って神経の集まりですよ。いやもう全て全部もう二度とやりたくないです。今日も美容整形ちゃんの動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。いつも応援していただいている方本当にありがとうございます。これからも整形、美容、人生に役立つ話をどんどん発信していこうと思いますので、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。今日着ている洋服はランディというセレクトショップのお洋服です。 PR で、洋服をいただきました。ありがとうございます。とても可愛くて使える商品がたくさんあるのでぜひチェックしてみてください。 SNS で美容整形ちゃんと名前を入れてツイートやメンションつけてストーリーに上げていただくと、私も直接感想を見に行くことができるのでぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。